こんばんはです。今回何に関して言及させていただきたいかというと、今日は8月の6日です。コミュニティ欄でも出させていただいたんですけど、広島に原爆が投下された日、原爆が投下されてから77年が経過する日です。77年と聞いて、まあ、10年20年30年単位で考えるとね、まあ10年20年あっという間だったねとかね、30年あっという間だったっていう考えられる方いらっしゃると思うね、あの年配の方だとね。そうすると77年というとそんなに昔はないなって正直思うんです。その中でまあ広島ということで、先月私はね、あの山口県安倍元総理が銃撃された後、広島県に入って3回目の広島市、そして広島原爆ドームの3回目慰霊ということでさせていただいたわけだけど、そして資料館もね訪れて、やはり核のね恐ろしさというものを知りました。5月の下旬には長崎を初訪問して、長崎の平和記念公園、長崎で原爆が投下された爆心地の辺りを訪れてね、その中でまあ非常に大変多くの方々が亡くなり、そして、後遺症によって苦しみね、これは本当アメリカによって、ね、アメリカによる人体実験、ね、これは虐殺、これは許せるべき問題ではなかったわけですね。許せるべきものではなかったのは事実です。その中でね、我々は平和とは何なのかというところはやっぱりしっかりと考えていかないといけないかなって感じはします。ロシアがウクライナを侵攻して、そして中国が台湾に侵攻しようとしている中、平和とは、何なのかというところもしっかりと考えていく必要があるなっていうのは思うところです。今日はですね、ちなみに、香川県ですね、丸亀市って丸亀製麺なんかとうどんが有名ですよね。香川県って昔旧国名と讃岐の国ですから、讃岐うどんということでうどん屋さんかなり多い。なんでまあ前回、今回ね2回目ですね、7年9ヶ月ぶり2回目の香川県なんだけど、うどんということでね、昨日も今日もね、食しました。美味しかったですね、本当に美味しかったです。まあうどんということでね、なかなかいいなって正直思いました。で、丸亀ということで現存十二天守ですね。皆さん現存十二天守ということで、まあ、歴史が好きな方はよく知ってると思うんですけど、江戸時代もしくは江戸時代より前からある天守閣ということで、日本には12本あります。まあこれは明治によって払い下げられて、そのまま、壊されてしまったりとか、もしくは、火事によってね焼失してしまったりとか、先の大戦によって、空襲でね被害を被って焼けてしまった、そういったのいろいろあるんだけど、大体ほとんどがまあ再建されているものです。ただ12個の天守に関しては、12天守に関しては、昔、まあ、江戸時代もしくは江戸時代より前に、作られたものということで非常に貴重なものですね。なので、まあ丸亀城ということで、まあ、平山城ということで、山城ということで、かで、まあ、この石垣がすごかったですね。だからもう下から見上げた感じがすごくて、石垣がもう1段2段3段だってね、ものすごいなって思ったんですけどね。ぜひ皆さん丸亀城行っていただきたいと思います。現存十二天守に関してはあと残り5つですね、12個持ちね、今 7つのお城行きましたので、全部行きます。ぜひね現存十二天守に行っていただきたいなって感じはします。で、話をまた戻しますけど、アメリカによって人体実験ということでね、これに関しては我々は、まあね、被爆国ということでね、有意する被爆国ということで、まあ、世界に発信していく立場です。その中で今核兵器に関してはアメリカも、ロシアも同じぐらい6000個弱5000数百個持ってます。同じぐらいですね。で、現在北朝鮮も20個ほど持っており、そして中国が、今100個か200個くらいかな、それがこれから8年後2030年までには1000個持とうとしているということで、軍事的なね、いわゆる脅威、我々日本とはね、例えば北朝鮮、韓国もしくは、中国に関しては良好な関係ではありません。もちろん韓国に関しては日米韓という枠組みからすればね、もちろん自由主義連盟としては、同じ枠なんだけど、とにかく我々はその北朝鮮であり中国でロシア、核の脅威ということで、これは非常に脅威であるわけであってね、我々がこの核の恐ろしさを世界に伝えていかなければならないのかなって思うところです。その中で私は思うのは、核ということでね、
周辺諸国は核を持っている中で、まあ、核武装なるものも、ね、まあ、出てくるんだけど、これは私は非常に慎重な立場ではあります。ただ、防衛の意味で考えた場合ですね、やはり例えばどこどこの治安が悪い地域、治安が悪いところに住んだ時にね、じゃあ何をするかといったら、犯罪被害に遭わないためにね、例えば鉄格子を出したりとか、監視カメラをつけたりとかね、もしくは番犬を入れたりとかする努力をするわけです。核に限らず、私はあの防衛力に関しては強めていく、これが重要じゃないかなって感じはします。例えば、何かの、ね、あって、じゃあ、ね、なかなかいてね、こいつに勝てると思った場合、じゃあこいつに勝てないと思ったら、なかなか手出しをしてこない、あるわけですね。だからそういった個人個人の、まあ、いわゆる喧嘩みたいな感じでも同じなんだけど、やっぱりそういったところっていうのは結構やっぱり重要で、防衛力ということで平和を維持するための防衛力っていうのはね、私は非常に重要だし、周辺諸国、日本とあまり良好ではない周辺諸国が防衛費を上げている中ね、軍事費を増して、軍事力を増している中、我々はもうしっかりしていかないといけないのかなってのは正直思うところです。これは平和のために、維持するためにということでね、思うところです。激動の国際情勢ということで、今いわゆる新型コロナが世界で蔓延してね、いろいろ大変だったわけですね。まあ、これも3年ぐらい、スペイン風邪も3年ぐらいかかったんだけど、収束に向かっていくでしょう。そしてロシアがウクライナ侵攻している中、アメリカと NATO 諸国がなぜ全面的に入り込んでこなかったのか、それはやはり第三次世界大戦が勃発する可能性があるということです。これはもし第三次世界大戦のシナリオとしては、ロシアがウクライナに侵攻して、そして中国が台湾に侵攻、そうなると我々日本、尖閣諸島に関してはね、中国に毎日のように狙われてますので、それによって、沖縄本島、与那国島、沖縄本島、そして日本本土に来る可能性があるわけです。そして北朝鮮が暴発してミサイルを発射してくる可能性があるし、ロシアに関しても我々の恋の領土、北方領土を奪っている中で、ロシアが北海道から攻め入ってくる可能性もあるわけだから、これはしっかりと、ね、やっていかないといけないのかなって感じはします。アメリカに関してはですね、正直な話、このアメリカに関して、多岸国の人は竹島を奪ってます。そしてアメリカに関しては、正直日本をね、まあ、操っているのも事実です。これはね、反属国状態に置いているのも事実であって、本来であれば我々の国というのは我々自身が、真の独立国としてね、やっていかなければならないわけだけど、いわゆるまあ戦後の、ね、占領国憲法によってね、我々のいわゆる、憲法がアメリカにいいように作り変えられてしまっているのもあるので、そういったところはまあ憲法改正という形で私はやっていくべきじゃないのかなっていう感じはします。それでないとあれば私たちはね、やっぱり真の独立国とは言えないんじゃないかなって、ね、思うところです。とにかくこう世界回ってるとね、まあ、しばらく世界海外行ってませんけど、まあ、年内には必ず行きますので楽しみにしていただければと思うんだけど、やはりこの国と国との争いですね。例えばなかなか南米なんか知らないと思うんだけど、例えばボリビアとチリ、昔の戦争によってね、結構いがみ合ってるんで、今お互いに嫌い合ってるんですね。例えばまあ日本と韓国とか日本と中国が嫌い合ってるって、じゃあ他国の人は知らない人もいるんだけど、知らない人も結構いたりするんでね。それと同じようにボリビアとチリが仲悪いとか、アルメニアとアゼルバイジャン、ナゴルノカラバフ問題でね、話題となった、そこの私もアルメニアアゼルバイジャンも両方行って、双方から聞き取り取材させていただきましたけど、やはり嫌いなんですね、なかなか合わない。そしてアルメニアの後ろにはロシア、そしてアゼルバイジャンの後ろにはトルコが後ろでいたっていうのも私には分かってます。これはアゼルバイジャンの首都のバクーで行われた軍事演習において、そこでトルコ軍ね、これは私自身がその現地で撮影したのアップしたのをぜひ見ていただければと思うんだけど、軍事演習でトルコの、トルコ軍がね、友軍としてアゼルバイジャンに来て合同でね軍事演習していた姿を見たんですけど、その中でまあ世界各国を見ると非常に大変だなって感じで、イスラムの国々なんか言ってもね、まあ、反米の国も多いわけだし、非常に大変です。まあ、第3次世界大戦に関しては以前に言及させていただいたんだけど、第3次世界大戦のシナリオとしては、今ロシアがウクライナの侵攻、そして中国が台湾に侵攻していく、そして北朝鮮の暴発、そしてイスラムの国々が、そこで、戦争を起こしている可能性がある、そして共産社会主義の国対自由主義、そういったところもね、考えていくと、いつ何が火種になって戦争が起こるかわからない、世界大戦に発展するかわからないわけです。
これは第一次世界大戦の時はオーストリアの皇太子がサラエボで暗殺されたことを引き金に起こった、それと同じようにいつ何があるかわからないわけだから、我々はしっかりとこの平和な国、77年間我々日本人は平和を享受しているわけだけど、しっかりそこはね考えていかなければならないかなって感じはします。国際情勢に目を通していかなければならないのかなって感じはしますね。世の中には流言飛語ね、やっぱりそういうデマなんかもかなり流れてますので鵜呑みにはしない、しっかりとした情報源でない限りは私は、信用しない方がいいと思います。これは、まあ、いわゆるロシアなど情報工作を行われたやつ、もしくは中国ね、もちろんアメリカ CIA によってもやられてるんだけど、そういったところに関して、嘘と真実しっかり見極める力が必要かなっていうのね思うところです。結構日本人ってはね、まあ、統一教会の問題で見られるように洗脳されやすいんですね。簡単に人を信じる、私はね人はあんま信用しないんですね。で、その中でやっぱりその嘘ってあるんだよね、詐欺師っているじゃないですか。うまい話でね、いくらいくら儲けます、情報商材詐欺ね、例えばそういう儲け方の秘訣をします、簡単にお金が儲けます、その話はないですからね。それに騙されてしまう人が少なからずおりね、そういったところも私はそういった悪い人々ね、悪に関して、やっぱりしっかりと嘘を、追求してね伝えてって言いますけど、皆さんがね被害に遭わないためにね、これからも発信していきます。そして、まあ、海外に年内に出る中で、いつも通りね治安の注意喚起ということを元旅行会社の社員としてね、プロの身として、危ない目に遭いそうになったことはなんとか、まあ、世界の半分ぐらいってあるんだけどね、だけど危ない目に遭ったことは、ない自分ですけどね、その中で、まあ、危ない目に遭わないための秘訣ということで皆さんにね、教授していければと思ってますので、よろしくお願いいたします。とにかく8月6日広島で原爆投下、まあ、今日は8時15分ですね、私黙祷を捧げさせていただいて、8月9日、長崎原爆の日、原爆を落とされた日に関しても、ね、同じように黙祷を捧げさせていただき、そして8月15日終戦の日ですね、終戦の日に関しては靖国神社行くことあったんだけども、護国神社か靖国神社なんだけど、今年はどうしようか今考えてるところですね、護国神社ということで、今いろんなところの護国神社行ってますけどね、活性、まあ、我々日本を守るために、異国の地で亡くなられた方々ということで、慰霊に関してもね、また来年パラオペルリ島を再訪させていただいたりとか、ビルマ、ミャンマーですね、他にも、南太平洋とかね、太平洋に浮かんでる、日米の激戦地なんかも両方もさせていただき、ガダルカナルとかラバウルとかね、ブーゲンビルとかね、山本五十六さんがね、大将が元帥が亡くなったところとかね、あの辺りに行こうと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ぜひチャンネル登録いただいた方ね、チャンネル登録いただければと思います。